半音階とは、隣り合う音の音程関係がすべて半音で構成されるような音階。十二平均率に含まれる半音階はただ一種類である。本来は、全音階における音階音が半音変化した音を伴って構成される音階であり、結果的に音階構成音の音高が半音の感覚で配置されている。調整の存在する音楽においては、例えば G と、 A は、たとえ同じ音高で発したとしても G は、G が半音高められたもの、A は、A が半音低められたものといったように別の音として定義づけられる。これに対し、調整のない音楽においては、G と A の区別はなくなるが、その代わりに半音上下に存在する G、A とも何ら関係性を持たない独立した音として扱われる。半音階を楽譜に、 どのように書き表すかについては、学天書などに規則が書かれている。ただし、実際の楽曲の中ではその通りに書かれないことも多い。蝶々上皇系の場合には、その蝶に含まれない音は、その直後の音の単二度下の音として書くか、増一度下の音として書くかであるが、単二度下の音として書き表を置く方が、直後の音に取り消しの臨時記号をつけなくて、 済むので、一般にその方法が取られる。すなわち直後の音が D であれば、C、D であれば、C ナチュラル、D であれば、CW シャープである。ただし、その音が音階の第6音と第7音の間の音であれば、その直後の音の像を一度下の音として、書くのが通常である。これは、波長調では、B、A 波長調では、B ナチュラル、変波長調では、 EW フラットである。下行形の場合には、その調に含まれない音は、その直後の音の単二度上の音として書くか、増一度上の音として書くかであるが、単二度上の音として書き表記法が、直後の音に取り消しの臨時記号をつけなくて済むので、一般にその方法が取られる。すなわち直後の音が D であれば、E、D であれば、EW フラット、D であれば、E ナチュラルである。 ただし、その音が音階の第4音と第5音の間の音であれば、その直後の音の像を一度上の音として書くのが通常である。これは、波長長では、下位、A 波長長では、FW シャープ、変波長長では、F ナチュラルである。単調の場合には、その調に含まれない音は、上行型、下行形の区別なく、音階の第一音と、 第二音の音のみ上の音の像を一度下の音として書き、その他の音はその音のすぐ下の音の像を一度上の音として書く。鍵盤における標準的な指使いは次のようになる。1は親指を、2は人差し指を、3は中指を表す。ありがとうございます。